おはようございます。朝の4時です。出動します。うわ眠い。ねえ、何でしょう。外はチュンチュンなってら、チュンテルはチュンテル、チュンテル、まだ暗い。朝スズメさんたちが鳴いているのを確認した後、家事をします。一人暮らしなので家事をするのは自分です。仕事が遅い日は家事ができないので、朝早く起きて家事をします。チュンテル。身支度を終えて出社になります。毎日毎日この繰り返し、マンネリ化してきたこの繰り返しの日常を永遠に繰り返すのかと思うと憂鬱になりますが、それでも出社します。しかし社会人になると、この通勤時間が唯一の運動になる方も多いです。自分も筋トレをしているんですが、こういうウォーキングに関してはこの出勤が非常に貴重な時間となっております。朝コンビニで飲むのはこのラテ、非常に砂糖が多く入っており、高カロリー、運動している意味が全くありません。そんなことを考えている余裕もなく仕事がスタートです。お仕事が終わり帰ります。動画のように一瞬で仕事が終わればいいんですが、毎日この仕事時間は10時間以上行っています。基本残業です。残業がない日はありません。夕飯はこのキウイです。このキウイはいつからあったのか分かりません。中ですね、こう緑芋の茶色いものが、キウイがたくさん出ていました。そしてブヨブヨしていたんです。僕はこのキウイたちにブヨちゃんと名付けました。手前がブヨちゃん1号です。奥がブヨちゃん2号です。ブヨちゃんが2分割になりましたので、ブヨちゃん 1.5 号とブヨちゃん1号、そして奥のブヨちゃん2号がブヨちゃん2号とブヨちゃん 2.5 号です。このブヨちゃんたちを今日は食べます。基本は手短に夕飯を済ませるのが僕です。そしてこれが唯一のおしゃべりしてくれるもの、はい、ご存知の通りのアレクサです。アレクサ。お風呂が沸くまで家事をまたしていきます。これはカーテンを取り込むところです。カーテンが臭くなってました。カーテンの取り扱いを僕はあまり知らなかったので、ほとんど洗ったことがなかったんです。というか皆無でした。今回洗濯機でかけて外に干していきました。すごく美味しかったです。こんな感じでカーテン色もですね、なんとなく白くなった気がします。で、匂いを嗅いでみたら、すごく、フローラルの香りと、芳醇な匂いと、あとは、ラベンダーと、タンポポと、チューリップさんの匂いで、すごく美味しかったです。カーテンをセッティングして、そしてブヨちゃんたちを食べて、そしてお風呂から出たポン吉です。今からですね、少し副業と言いますか、別に大したお金にはならないんですけども、知り合いのお仕事のお手伝いをしております。実はですね、声のお仕事のようなもんなんですけども、あるものに対して声を当てるという、簡単な、ナレーションというか、ものの紹介の声入れをしています。これはですね、週に1回ぐらいやってます。ただ僕はですね、滑舌がものすごく悪いので、何度も取り直しをするケースも多いんです。こっちはですね、こっちっていうのは今やってる方ね、奥の方、その画面の上方、今みんな見てるやつ。こっちに関しては、取り直しをちゃんとしてますが、ごめんなさい、YouTube では噛んでもそのままにするケースが多いです。皆さんが優しいからですね、あっちの奥のこの画面の仕事は皆さん厳しいんですよ、見てる人たち。なんで噛むんだらね、いけないんですけど、このね、ポン吉の方は皆さん優しい、噛んでもね、噛んだね、噛んだでも大丈夫、次あるからね、噛んでも大丈夫でしょう、私噛む大好きですって言った風に皆さんが励ましてくれるので、僕は噛んでいけます。はい、という感じで、お仕事が終わって YouTube をやるか、この
音を入れ声入れをやるかをしています。まあ基本それもですね、残業が終わった後になるので、まあこれらで寝るのが遅くなりますが、まだ荒さということで体力がですね、まだまだなんとかいけてるんですね。まあ荒法になったらちょっとわかんないんですけども、なんですが、まあなんとか今やれてる状況です。体力がある限りやるぞ。そしてね、案外このごめんなさい、ナレーションの時の動画撮影がちょっと長かったですね。いつもだったらこうシーンごとに、切り替えをね、長くても1分半ぐらいやるんですけど、ちょっとこれ長いですね。僕何話そうかななんて思いながら今ね、もう台本なしで話してるんですけども、とりあえず仕事つらいですよね。仕事つらい、人間関係、業務量、そして仕事の内容、様々な要因があるんですけども、インスタグラムでですね、フォロワーさんの皆さんにお聞きしたところ、この前は1位が人間関係でした。2位が業務量でしたね。やはり仕事を辞めるといった理由が、いつまで経ってもやっぱり人間関係っていうのはなんか悲しいお話ですよね。まあ僕自身も人間関係に悩むことが多いです。というのもやっぱりですね、人と人とのお付き合いじゃないですか。どの仕事に関しても、社内でも社外でも、これは切ることができない課題ですよね。仕事がどれだけ好きでも、どれだけうまくいっていても、人間関係が足かせとなる。これは非常にもったいないなと感じております。それを割り切って仕事をするか、その中でもやはり割り切れない方も多いと思います。気にしますよね、人間関係。僕も気にします。なので皆さん、同じ悩みをみんな抱えてるんだと思ってね、やっていければ、少しはですね、気が楽になるのかなと思います。ようやくナレーションの仕事終わりましたね。ようやく終わった。本来あれもっと時間かかってるんですけども、動画にしてちょっと長かったですね。はい。で、この後は、YouTube の編集をしています。このポン吉の限界社畜日記の編集ですね。なので、一日のルーティンとしては、朝早く起きて、家事をして、早めに出社して、仕事をして、帰ってきて、残業して帰ってきて、そして手っ取り早くご飯を食べて、そしてまた家事をして、で、YouTube か、まあ、ナレーションの副業をして、そしてまた、仕事があれば仕事をするという流れになります。考えてみると本当に毎日こういう繰り返しをしておりますので、変わり映えがありません。僕の YouTube を見てくださっている方、毎日同じ景色だなと思われることが多々あると思います。ごめんなさい、毎日同じ景色です。僕は毎日同じ景色を見ています。たくさん景色を見たいんですが、見ることが終わっちゃう、バイバイ。